強化石を取りに行くぞ。ここだね、ここ、ここ。ここが、取りに行くところなんで、まあ、強化石、これで12まで上げられるということなので、ルート的にはね、全部初見なんでね、まあ、編集しながらちょっと行ってみようかなと思ってます。間違ってないね。で、よく解説とかでは、まあ、ここら辺から落ちるよっていうことだったんで、実際どうなのかなと思ったら、まあ、落ちられるね。こういうところになってるみたいだね。はい。さっき言ったように、そのなんか割り符みたいなやつを揃えてここのエリアに来るらしいんだけど、私はそのワイバーみたいなのを倒して入ってきてるので、そういうやり方も人によってはあるんじゃないのかなっていう。私は前情報なしに何か行ったらいるぞっていうことで脳筋アタックして勝っただけの話なので、はい、比較的ね、さっきのセーブポイントからは楽に行けるようだね。馬も入ってくれるよね。はい、でそしたら、行ってみましょうか。でルートも私分からないんでね、あ、ここにセーブポイントがあるからいいのか。はい、はい、セーブと。ちょっとここから編集させてもらうんだけど、ここがどうやら開いて攻撃するとなんか開くとかなんとかって。お、開いた開いた、本当だ本当だ、ほら。 でルート的にはどうやっていくんだろうなと思ったんだけど、こここのままこれでいいみたい。こう突っ走ってとにかく右右右で、ここも行けないのかなと思ったら行けるんでね。でそうするとここにあったので、はい、これで開けつと、はい、動画でね開く場面こんな感じだよってことなんで、こっちの右側には敵がいるので、わざわざ敵のところまで行かなくていいみたい。はい、そんな感じで、簡単に取れるみたいだね。これで、12まで上がるということなんで。